あれ、コウさん今日どうしたのかな。いやいや、今日もう仕事と仕事の合間に今1時間半時間があんねん。この貴重な時間俺今クリニック行かなきゃいけない。クリニック？え、うん、健康診断行くんですか。誰がジジイ誰が年一のジジイの健康診断やの違うの。まあ確かにこの間37になって健康診断も大事なんだけど、今日そっちじゃない、お肌の方のクリニックに行きたいわけ。肌の方、そう、なんか俺最近周りでさ、結構先輩方の経営者いっぱいいるんだけど、みんなめちゃくちゃやってるエクソソーム点滴ってのがあって、でなんか俺自分でもいろいろ調べたんだけど、むちゃくちゃなんかね値段がピンキリなのよ。なんか数百万するのもあれば数万円でできるのもあって、でもなんか聞くとやっぱりこう肌の活性化とか促してくれて疲れ取りやすくなるし、なんかちょっとやりたいな。でも昔で言うところのなんかニンニク注射的な、うん、でもなんかそれよりも肌とかなんかその細胞の活性化自体をずっとやってくれるから、ちょっと今日それやりたくて、新宿のね、もうどうせやるなら超大手でやろうと思って来ました。まあ、今日はね実際にね湘南美容クリニックって、まあ多分知らない人いないんじゃないかなって感じなんだけど、湘南美容クリニックでエクソソーム点滴やるんだよね。でなんか調べたら40分ぐらい 3,40 分でできるらしいんだけど、しかもなんか寝てる間にねベビースキンって言って、なんか肌もめっちゃ綺麗にしてくれるらしいから、なんかもう点滴打ってただ暇してるだけじゃなくて同時にスキンケアもやってもらえるんで、ちょっとそれを今日やってみたいと思います。点滴の正式名称何でしたっけ。点滴の正式名称知らない？教えてください。知らない？点滴の正式名称は幹細胞培養浄性エクソソーム点滴だ。知らない？全然分かんなかったです。いやでもこれ本当に多分この2年ぐらいでめちゃくちゃ流行ってる。で僕の体感だけど男性の経営者の率高いね。30代から40、50の人はみんなやってる。俺なんか今週末も上場企業の社長さんとかでゴルフ行くんだけど、その人らもみんなやってるもんね。やっぱり忙しい方が。そう、なんか睡眠の質が良くなるだけじゃなくて、そのしかもなんか何基本的に今までの治療ってさ対処療法っていうか、なんか起きたら治すみたいな感じなんだけど、そういう体にならないようにするっていうのが結構肝なんだよね。行こうよ。いやでしかも結構今日すごい先生来てくれるんですよ。湘南美容クリニックの多分スキンケアの中ではもうトップの方なんじゃないかな。責任者の方が今日多分対応してくださるってことで、まあとはいえね体に入れるなんか液体じゃん、ちょっと怖いっちゃ怖いわけだから、ちゃんとメリットデメリットちゃんと聞いて、あと俺ダウンタイムとかもさあんまり取れないから、今日この後ちょっと取材もあるしね、だからちょっとダウンタイムがあるとちょっと今日できないんだけど、ちょっといろいろ聞いて行けたらちょっと今日やってそのまま行きたいなと思いますんで、行きましょう。はい、早速行ってみましょう。はい、行こう。はい、今日ね実は、まあ、クリニックにねいるとやっぱ待合室とかあるんだけど、ちょっと僕はやっぱり顔もさすんで、今日実は VIP ルーム撮ってまして、ちょっと中に先生いますので、ちょっと早速会いに行きたいと思います。先生こんにちは。こんにちは、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。ビップルーム撮ってよかった。こんな贅沢ないや。すごいですね、はい、よろしくお願いします。します。湘南美容クリニックの西川と申します。西川先生です。やっぱりね、すいません、僕今日このねエクソソーム初めてやるんですけど、はい、やっぱ安心感のある方がいいなってずっと思ってたんですよ、はい、なんで一番いい方でお願いしますってもうすげえわがまま言って今日時間取っていただきました、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。じゃあよかったら座っていただいて、はい、今日はですね湘南美容クリニックの素晴らしい先生にお越しいただきましたので、西川先生です。ちょっとよろしかったら皆さんに簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、ありがとうございます。湘南美容クリニックの、美容皮膚科の部門の全体的な責任者をしております西川と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうね僕よく言ってるんですけど、不動産屋さんで営業してくる人で不動産買ってない人が嫌いなように、まあ、僕もやっぱトレーナーというかねフィットネスやってるんで、はい、自分の体型には結構ストイックに管理してるんですけど、はい、お肌がとんでもなく綺麗なんですよ先生。ハリツヤとんでもないですね。ありがとうございます。でもそれも今日僕がやろうとしてる、はい、このエクソソームとか、そうです、ベビースキンの、もう大好きです。もうベビースキンをずっと私もうちに入職してから欠かさずやってますので。マジでベビースキンですよね、はい、すごいですよ本当に。なんかカメラでなんか僕これ忖度抜きでマジで肌綺麗なんですよ。すごい。ちょっとね後でアップで撮っといて、はい、絶対嫌がると思うけど、はい、はい、ということで今日はいろいろとよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそれじゃあ西川先生、今日はいろいろと教えていただければと思いますが、はい、
エクソソーム自体はですね、もうさっきも僕ちょうどカメラの前でも言ってたんですけど、周りの男性の経営者がむちゃくちゃやってるんですよ、はい、でも僕ちょっとだけやっぱり不安なところもあって、こう体の中に入れるものなんで、そもそもどんなものでどんな効果があるのか、やっぱプロの意見をちょっと教えていただきたいんですけど、端的にエクソソームってどういう効果が得られますかね。端的に言えばもう細胞の若返りを期待する治療ですということになるんですけれども、はいはい、これ確かに本当にコウさんおっしゃる通り、こう製品の安全性って大事だと思うんですよね、うん、大事、体に入れるんですもんだって、うん、やっぱりこの、いろんな体の組織の中で、こう組織由来の幹細胞っていうのがあります、はい、それは例えば脂肪が由来であったり、うんうん、赤ちゃんのへその医学的には細胎と言いますが、はい、それが由来だったり歯髄だったり、いろんなものがありますが、湘南美容クリニックの中では特にこういった幹細胞 の医療において一番歴史があると言われている細胎由来のものを使っていくと、はい、でかつそれを幹細胞そのものではなくって、幹細胞をこう培養していった時の上澄みの液に含まれる成長因子サイトカインエクソソームと言われる成分を入れていくということになりますので、他人の細胞をそのまま入れるわけではないですね。なるほど、だからこうそういう意味で言うとアレルギーの反応とか拒絶反応とかも非常に起きにくいというところが一個ポイントにはなっていきます、じゃあそんなに大きな副作用を心配したりってこともないってことでいいんですね。そうですね、でもちろんいろんな製品が市場には流通しています、基本的にはどの製品もいろいろな、例えば感染症、HIV だったり B 型肝炎だったり、そういったこう感染症のチェックをパスしたものしか市場には出回ってはいないんですけれども、その中でも湘南美容クリニックでは日本の産院と提携しているところの工場から仕入れてますので、日本人由来の組織を使っているというところも一つご安心して受けていただける。いや結構大事ですよね、その信頼。僕も結構調べたんですよ、いろんなところでやっぱりいろんな価格帯のものもあるし、そうですね、でなんか高いものがいいわけでも安いものが悪いわけでもきっとないんだろうなと思う中で、なんか最初に受けるならちゃんと大手さんがいいなっていうのはやっぱ自分の中で一つ決め手だったんですよね、あと今回エクソソーム、当然周りから聞いたってもそうなんですけど、僕が聞いたいくつかメリットって、疲れが割と溜まってきた経営者にとっては疲れが取れやすくなるとか、あと何ですかね、当然僕肌に結構気使ってるんですけど、肌の潤いもやっぱり良くなるって聞いたんですけど、この2つ以外になんか先生がエクソソームかますとこれすごいぞっていう効果って何があるんですか。そうですね、結構患者様に言われるのが、髪の毛が抜けにくくなった、なんだとっていうことであったり、ちょっとまだ大丈夫だと思うんですけど、はい、でも今後の投資ってことですよね。そうです、予防として、あるいはですね、二日酔いしにくくなった肝臓の部分ですね。めちゃくちゃ大事ですね、はい、もう我々も多分毎晩飲まなきゃいけない時もありますから、はい、はい、あとこう睡眠の質が良くなったっていう方もいらっしゃるので、そういったこともあって先ほどおっしゃったように疲れにくい体作りってところにもつながってるのかなと思います。だからもうこれ一つというよりも体全体の組織とか細胞の若返りを促すから、はい、全般的なこの機能が向上するとか回復するっていう、そんなイメージを持てばいいんですかね。SBC 湘南美容クリニックでは、この幹細胞培養醸成液を顔の皮膚に、皮膚から入れ込むエレクトロポレーションというですね、微弱な電流を流して表面から入れるという治療をベビースキンというメニューですね、もうずっと長年提供していました、これはもう直接皮膚にアプローチしますので、肌の若返りですよね、ただそれが今回点滴の治療として、我々でも始まっていますので、そうするともう体内の血液をめぐって全身に行くということで言うと、もう体全体のエイジングケアになってきます。そう、まさに僕今日そのベビースキン超気になってたんですけど、ちょっとやっぱ時間もあまり取れなくてですね、日々、なんで今日なんか点滴してる間にもしかしてそのベビースキンもやっていただけるとは聞いてたんですけど、もちろんです。じゃあ同時進行か、はい、じゃあ肌も綺麗になるし、はい、最高じゃん。点滴が約30分ほどお時間をいただくんですね、体にこう投与し終わるまでに、最初チクッと針を刺して、でその後30分入れていく、その間にお顔のベビースキンの運用をしていきますので、もうなるべく時間効率意識して対応させていただきたいと思っております。僕午後ちょっと会議あるんですけど、
どうですか、ダウンタイムとか赤くなったりとかって具体、はい、なんかあるんですか。結構基本的には、ね、大丈夫です。ないんだ。いただいて大丈夫ですよ。あのベビースキンの治療は何かこう肌に針を刺して入れるとかではなくて、うんうんうん、ここ機械を当ててやっていくだけですので、はい、術後例えば出血したりとか腫れたりとかっていうようなこともございませんの で、 なるほどです、ね、そのままそれこそ撮影であったり対応していただいても問題ないかと思います。うん、あの僕この時期実は選んだ理由があってですね、はい、あの夏場、はい、むちゃくちゃゴルフするんですよ私、はい、でそうすると紫外線をすごい浴びるんですけど、はい、なんかレーザーとかこういうそのスキンケア系って夏場にやってもなんか肌がやっぱ一回弱くなるって聞いたことあって、はい、なんで夏場こう避けて、僕の中で秋って皆さんスポーツの秋とか食欲の秋とか言うんですけど、うん、僕美容の秋だと思っていてむちゃくちゃやるんですけど、時期的に秋ってどうなんですか。秋冬っていうのは乾燥も結構するじゃないですか。そうです。いやすごく今のお話は正しくてですね、夏にたくさんの紫外線ダメージ受けてる方が多いと思いますので、うんうん、そこのダメージをまあ回復修復させる期間として考えていただくといいかなと思います。じゃあ10月11月ぐらいに保湿術をやるというのは、はい、タイミングとしてはもうバッチリ。はい、ただこのベビースキンも点滴もですね、はい、あの例えばこう日焼けしているからできないとかってこともないんですね。 あの肌自体に直接何かダメージを与える、何かレーザーの治療で肌を焼くとかっていうことではありませんので、うんうん、日焼けしていようが肌が乾燥していようが、うんうん、まあ、どのシーズンであっても受けてはいただけるとは思います。それでもめちゃくちゃいいですよね。なんかあのやっぱ、はい、あこの時期はこれやらない方がいいんだっていう施術が結構多い中 で、 そうです、ね、オールシーズン別に問題ないってことですか。はい、そうなんです。なのでまあ本当に月に1回ぐらいもしお時間30分取っていただけるようであれば、うん、クリニック来てもらって、はい、点滴受けながらベビースキンを顔に塗って導入していくと、うんうん、だ当院では SBC ベビースキンパーフェクトプログラムっていうのがあってですね、すごそう、はいはい、点滴しながらベビースキンを導入して、うん、そしてベビースキン の、 あの薬のパウダーが入っている、はい、美容液をお渡ししてご自宅で、はい、あのアフターケアで使っていただくようにということも可能です。すごいじゃないですか、至れり尽くせり。なのでもう3ヶ月とか半年、まあ、場合によっては1年とか、うんうん、ある程度習慣化していただいてちょっとお時間作ってもらって通ってもらうとだいぶいいですね、こう基礎力が、肌もそうだし体自体の基礎力が上がっていくんじゃないかなと思ってます、うんうん、あの僕基本的にこう体への投資お金も時間も厭わない方なんですけど、はい、とはいえ僕結構調べたんですよ、はい、なんか値段がピンからキリまで結構あって、はいはいはい、で結構その今おっしゃってたパーフェクトプログラムですか、はい、なんかちょっとすごそうで、はい、ちょっと若干お財布事情が一瞬気になったんですけど、はい、どんなもんなんですか。そうですね、はい、ですね、まあ、月に1回来ていただくのを目安として、はいはいはい、3回クリニックに来ていただく、はい、じゃあ3ヶ月分3ヶ月分、うんうん、でその間その3ヶ月クリニック来てない間も、うんうん、ベビースキンの美容液をお渡しして、うんうん、まあ、ご自宅のスキンケアにこう取り入れていただくということで、はい、まあ、約90日間 の、 そのスキンケアのご自身での、まあ、ベビースキンのプログラムがあるということですね、はい、うん、これをトータルで、当院だと、まあ、約20万円安くないですか。はい、ここはですねかなりあの湘南美容クリニックって今150院ぐらいあるんです、ね、そうですよね、全国で、はいはい、でも非常に、まあ、うちの業界でいうともう最大手なので、うんうん、私も最大手たるものなんていうんでしょうかね、コストパフォーマンスに見合わない治療を入れたくないっていうか、うん、多くの方にね来てもらいたいからこそ、そうなんですよね。なのでそこが患者様がこの金額だったらば、うん、やっぱり続けられると思っていただくところの、まあ、治療設定ができるようにというところでもう企業努力ですよ。そういうことですよね、はい、いや僕調べた中で本当高いところだとなんか3桁万円とか平気であったんですよ、はい、で別にその高いのはきっとなんか高いなりの理由はあるだろうし、そうですね、で安いと安いで不安なんですけど、はい、やっぱ大手さんがこの金額でやってくれるっていうのが僕的には安心感がとんでもないですね。だ3ヶ月間で20万円、はい、そうです。要は90日間そのそうですベビースキンもできるし、はい、おっしゃる通りです。取ったら全然いいですね、はい、あ楽しみだ。それだったらいけます、はい、よかったですね、はい、じゃあちょっと早速、痛くないんですよね先生。はい、ちょっとチクだけ、チクだけね、チクはなんとか我慢しますんで、はい、そこさえ終われば、はい、はい、じゃあちょっと今日はぜひいろいろと教えていただけると思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ
やっぱりあの健康診断ですか、なんか手術今から顔洗うね。綺麗にお顔を洗ってからエレクトロポレーションするから洗顔でしたね、はい、給食のおばちゃんみたいなことしか。ちょっと待ってください、ね、あじゃ あの一旦あのピンマイクだけかしこまりました、取りますね、はい、今さ案内されてここまで来たんだけどね、施術、これ施術するお部屋ですよね。はい、でかすぎる。いや、すごいですね。もうね、なんかその湘南美容クリニックさんででかいとかいう次元じゃなくて、多分これ間違いなく日本で一番でかいクリニックだと思う。まあその分なんか安心感すごいあって、ちょっと寝てていいわけですよ。僕、はい、大丈夫です。はい、で僕は今からここに寝転がってチクッとされてベビースキンを同時にやっていただけるということで、今日はよろしくお願いします。僕痛いのダメなんですよ。痛くしないでください。かしこまりました。頑張ります。これエクソソームとかこのベビースキンの効果って何日目ぐらいからあの感じやすいんですか、もう初日からちょっと違うなって感じですか。打ったその日から眠りとかに関してはすぐ出るって聞きました、はい、それすげえ嬉しいな。眠りがすごい深くなったりとか朝の目覚めが良くなるとか。へー、痛くない、大丈夫です。肝細胞培養醸成エクソソーム、僕なんか白っぽいのかなと思ったんですけど透明なんですね。そうなんですよ。ポレーションって痛いとか感じることは、軽く電気がピリピリ流れてくる感覚があるんですね。軽く流れるぐらいがちょうどいいって言われてるので、うんうん、軽くピリピリしてきたら教えてください、はい、ちょっと頭失礼します。僕あの実はポレーション、はい、月に1回ぐらいやるんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。ただなんかポレーションのためだけに行くのやっぱ忙しくなってくると難しいなってずっと思ってて、はい、なんかまあ 2,3 ヶ月に1回スキンケアとかはしてたんで、なんかその都度やりたいなとは思ってたんですけど、はい、点滴と一緒にできるの結構いいですね。あ、そうですよね。あの割とね僕ポレーションやってるから分かるんだけど、やった方がいいよ皆さん。始めていきます。はい、普通に喋ってた。いやこの40分俺本当に刺さってるの忘れてて鼻かこうとしました、ね、あ、そう普通に鼻ポリポリしてた。あ、刺さってるわと思った。こんな打ち合わせと打ち合わせの合間に美容して点滴していいね。最高です ね1時間ぐらいでこれできるんだって全然隙間に来れちゃう。なんか美容施術をしたとは思えないぐらい身軽な感じこれ取ってこれつけるだけだもんね。本当です ね。いや結構なんか準備するのめんどくさいなっていつも思っちゃうんだけど、なんかこれぐらいだったらよいしょ、いきましょうか。はい、はい、ということで終わりました施術。俺らがクリニックに来たのがまあ1時過ぎぐらいかな。で今まあもろもろ撮影とかやってまあ2時半ぐらいなんですけど、まあ1時間半ぐらいですわ、簡単に言うと。早い。だし、ちょっと見て。この触った感じいくよ。わかる？もちっとする感じ。これがベビースキンですよ。エレクトロポレーションって言って、イオンの力でこう美容液を肌の中に入れてくれるんだけど、なんか普段みんな肌にさ、美容液とか塗ってるじゃん。あれって結構気化して、貴重な成分が結構浮いてっちゃってるんだよね。でも今日それがそうならないようにこう肌の奥までこう浸透させてくれてるってことで肌質がめちゃくちゃ良くなりました。でエクソソームその間ずっと30分35分ぐらい点滴してもらってたんだけど、痛くもなかったし、まあ、ただね正直今実感ないです。体の中に肝細胞培養醸成エクソソーム点滴が入ってるっていうだけで今の実感はないんだけど、一応先生曰く疲れが取れやすい、体が若返ってる、あとは毛髪ちょっとこうハゲづらくなるっていうのも聞いたんで、結構至れり尽くせりなんですけど、まあ今日実際にね夜帰って寝てみてどんなもんだったかっていうのと、まあ2週間後にねなんかエクソソーム点滴って結構体のパフォーマンス上げるっていう風に言われてるんで、2週間後に1回またどうだったかっていうのをまたレビュー取りますんで、また皆さんにその感想もお伝えできればと思います。そしてめちゃん、次の打ち合わせ3時なんで行きましょう。はい、お疲れ様です。うん、お疲れ。コウさんは2週間前何したか覚えてます？2週間前で何だよ。今日24でしょ。あ、24。おお、
湘南美容クリニックさん、はい、エクソゾーム、はい、はいはいはい、やりましたね。その後、お肌の調子とかどうですか？わからない。いや、俺、なんかたまたま昨日かな、あの朝洗面台で歯磨いてスキンケアしてた時に肌の調子むちゃくちゃいいなと思って、なんか夏場結構黒かったの、ゴルフもしてたし、でなんか大体この時期になるとくすみとか出てきて、そろそろ10月って僕大体レーザー受けに行くんですよ、あのフォト系のレーザーとか美容のレーザー、今ね全くいらないの、わかるこの感じ、確かにシミくすみないでしょ、で肌荒れもないし、ニキビなんてもうマジで全然1回も出てきてないぐらいですっていうぐらい、多分なんか肌質なんでこんなにいいんだろうと思ったら、エクソソームは多分結構効いてる気はするね、なんだかんだね。あとなんだっけ、なんかエクソソームってあの眠りがちょっと深くなったりとか、副次的に、あと、体の疲れが取れやすいとか、二日酔いにもっていう話があったと思うんだけど、なんか眠りは正直言って打った日とかその翌日は確かに深いなって感覚があって、ただなんかやっぱ仕事がすごいストレス多い日はやっぱり多少寝づらい日はあったんだけど、もうでも全体的に打った直後は寝やす、なんか眠りつきやすいなって感覚あったし、で疲れが取りやすいは結構あるかもしれない。なんかやっぱ仕事もあとゴルフも、それこそ夜会食とかもこの期間あったんだけど、二日酔いになりづらかったかもしれない、ね、あ結構俺あのハイボール飲んでワイン飲んでウイスキー飲んでみたいなことやるから結構ごちゃっとして翌日頭痛くなったりするんだけど、昨日も飲んだけど全くないね。それも効いてんのかもしれない。めっちゃ効いてますねそれは、うん、でもなんかやっぱ1回のエクソソームだと、多分僕今回一番実感したのって肌がなんか潤ってて、うん、肌のバランスがいいなってことなんだけど、多分1回だけだとそんなに体感ないかもしれないけど、これ多分本当月1とかやってると結構違うんだろうなって感覚はあるね、うん、団体の的な、あ全くない。だって俺そもそも今日言われるまでエクソソーム打ったことすらちょっと忘れてたぐらい。ああ、まあ確かに。そう、なんか普段だったらさ、なんかレーザーあるからいつもよりもっと日焼け止め塗んなきゃなとか、ちょっとダウンタイムあるからマスクしなきゃなとかあるんだけど、全くなし。今回あれだっけ、湘南美容クリニックのね、あの西川医師の YouTube でも一緒にこうタイアップさせてもらったんだけど、ちょっとねまず僕の感想もそうなんだけど、プロの意見聞いてみてほしいわけで、僕もちょっとエクソソーム打つかどうか最初悩んでたじゃん、最初なんか痛いの嫌だなとか、はい、時間ねえしなとか思ってたけど、寝っ転がってちょっとチクッとやってもらってるだけで肌のイオン導入をやってもらったりとかで、時間もそんなかかんないし、時短でいろいろ同時にできるし、その後 2,3 週間ずっとこう体の調子がいいから、個人的には結構忙しいビジネスマンとか主婦の方とか女性にも本当におすすめですね。で医学的根拠はやっぱりプロの意見皆さんも聞いてみた方がいいと思うから、まあ、僕がその西川医師にアドバイスしてもらったみたいに、皆さんもよかったらね、西川医師のこの YouTube 動画僕らリンクに貼っときますので、概要欄にぜひちょっとそれ見て、これ私に合うなとかって思う人は一回やってみてほしいなと思います。じゃあまた次の動画でもまた何か皆さんにおすすめしたいもの出てきたら紹介させてください。今回もご視聴ありがとうございました。